でもアルマさんが左にいるって情報を落としたのってセンターさん。よし。センターさんだから、センターさんだから、センターさんが。通信室でいたっていうのがセンターさんの情報ですよね。だからまあセンターさんがまあ元々ヒート溜まってたから相方をかばうために自分一人が黒くなった可能性が全然あるから。まあこれケアするなら弁当の話を出したサントスさんとの裏じゃないですか。弁当ってサントスさんの話を。よし狙い通り危ねえ怖かった。それは俺。きたー、おーきたー。勝ちたいね。ここで初勝利になるか。よかった。はい。ナイス。ナイスファイト。ナイスファイト。早っ。まだ湧きませんよ。早っ。まだ湧いてないの？嘘でしょ。もう爆悩んじゃってて。インポスターでも、そんなことあります？10秒悩む、てか、そっちほど悩むことなくない？タスクの位置わからんし、ボタン押しに行ける近くに行けばいいわけだから。これ、遅わき場所偽装を切る狙いインポスター。なるほどね。なるほど。深いな。弁当入っちゃったからとかじゃないんですか？いやいや。先出しで弁当の目撃情報が出る前に、枠の遅かったって言っとけばいいみたいな。あれ、ワイン。なんで俺にいるかクロムさんに入れたの僕らから嘘ついてる。うわ。はい。いや、僕が入れました、僕が。このしかもについてる危ねさんが死んでるね。はい、うん、僕結構情報出せます。藤宮さんの目撃じゃなくて、はいはい、米サボ終わった後にバイタル見た時は死んでなかったんで、まあまあ直近だと思う。ね、藤宮コミュニケーションまで来てましたね。あれ来てた？夏目先生とエロちゃんと、エロちゃんと電気室から来たの誰でしたっけ？あ、は黒か黒です。黒かさんか、うん、あれシャワー室で3人で一緒に行った時に藤宮いなかった？初め藤宮エレジーがシャワー室にいました。あ、藤宮さんアーカイブに、あ、ごめんなさい、どうぞ。で、エレジーはシャワー、コミサボ側に、行って、夏目先生とか残して行って、コミサボのおった時夏目先生来てたんですけど、シャワー室のシャワーのところには最終的に戻ったけど、藤宮さんの死体はなかったです。ごめんなさい、藤宮さんが、じゃあコミサボ直しに来てたってことですよね。いや、わかんないな。今の情報で。目線、ごめん、俺が着いた時にいたのは、センタン、夏目、クロムくん、と俺とあとエレジーさんって奥にいた？あ、ちなみに直したのはサントスです。サントスさん、あ、ごめんごめん、サントスさんだ。エレジーさんと直したのか。二人先、サントスさん先、エレジー2番目です。ごめんなさい、僕実施点だとクロムさんとテラゾーさんきついかなと思ったんですけど、左側だった。クロムさんそこまでいけてるんです。ごめん、結局夏目先生が藤目さん来てたって言ったんだっけ？他は来てたように感じたけど。他見た人います？見てない。僕見てない気がするんだよ。一人ね、コックピットに抜けた人がいて、その人が藤宮だった説は。あ、いや、僕、コックピット一瞬見て、ですぐ戻ったから。あ、ごめんなさい、エレジーってなんですけど、タスク画面開いてたんで、先、サントさんとかと同じタイミングで出てったなら、生きてたかもしれないけど。いやいやいや、いない、それはいなかった。ああ、じゃあ、めちゃめちゃ勘違いしてるかもしれないです。アドミット後の行動していて。そう、で、その後、金庫していて、サントさんと会ったって感じかな。
なんか私先に金庫室、私先に金庫室行ったつもりが左奥からセンターさん出てきたから。で、待って俺さ、あれなんだっけ、コミサボ終わった後直行でミーティングまで行ってるか、うん、俺より先に行ってなきゃ無理だよセンター。そうで、なんか私先に左奥から来たから、なんで先回りしてんのと思っちゃったけど。あ、それだったら自分も一ついいですか、サントスさん。自分からも同じくらいの情報出せるわ。死ぬ前に誰か押してほしい、私。まあそうなるよな。しました。話させてください、うん、アーカイブでセンタンさんと会ったんですけど、うん、で自分シャワー室行ってたんですけど、メインホールでセンタンさんとすれ違って、めちゃくちゃ大移動 してんな。すれ違ったね。あれ違うっけ、うん、メインホールにいた気がするけど、夏目先生と先生、うん、一緒にいましたよ、うん、夏目先生がなんか挙動がおかしかったから、うおーって思いながら。あ、そう、だから、一緒に向かってました。それはいつのタイミングですか？あ、米沢前だから、さすがには関係ない。あ、前か。俺と、クロム君と、センタンと、娘一緒に向かって。じゃあ、それで言うと、カメラ見てた人がいるはずだから、僕がアーカイブ最後に下抜けたのは、多分証明してくれると思う。カメラは見てたけど、センタンは見てないな。ミーティングルームに上がってきたオラフ君がボタンなかなか押さないな。右のタスクやってんのかなって思ったのと、エンジンルームをエレジーさんが横切ったのだけ覚えてるけど、その他は見てない。センタンは見てます。僕と別れた後にカメラ見てたってことですか？そうです。セキュリティって展望デッキラストです。じゃあ、もう 100% 無理です。じゃあ、もっとも話戻したくて、エロちゃんさんが先に抜けて、で、私がその後に行って、金庫入って左奥から来てるって、ルチャンさんって右に抜けてくセンターさん見ました？いや見てない。だってその時にセンターが、なんだっけ、コックピット行ってるって話だったでしょ。あ、まあ僕視点も見てないから結局位置が分かんないと誰が白とかまでもできないんじゃないの。センターさん目線対抗誰ですかね、ちなみに。対抗だってそもそも下位置が分かんないわけでしょ。うん、今の言い方怪しいな、ちょっと。ん、何があったの。まあボタンですからね、下位置が分かんないから。いや、これごめんけど、これ先端だと思うのは早すぎる。てか、下位置というか、ベントが使わないと、そう、ありえない動きになってる。それはまあ、証明しようがないから、そう、それ言われてもね、証明しようがないんだよね。もう実際言ってるから。この情報を詰めずに、この情報だけ詰めるんだったら、先端、タンズリになっちゃう。いや。俺スキップするね、ちょっと自信ないわ。うん、でも、間違いなく言ってないと思う。さすがにこれやまあ、まあ、一応俺しゃあないっちゃしゃないけどね。ごめん、これ分かんないわ。あぶねえ、生きた。エラゾンさんがですね、武器庫の、ちっちゃい拳銃のタスクをやるところ、のしまうところ、左下ですね、で死んでて、LG の動きが、オラフ君と通信室スクリーンで分かれてから武器庫の上のタスク、そこで、センタンさんと、テラゾンさんが武器庫付近にいるのを見た、キッチンにいるときに停電を展望で直す、で、武器庫で発見です。まあ、でもそれある。あ、アルマさんも死んでんのか。あれもごめん。あとね、それね、すぐ上行ったのをアルマさんが証明してくれるんだけど、死んでんのか。そっから、どこでしたっけ、死体。あ、
武器庫の左下です。武器庫の左下。左下、一番奥か。あの、小さい近所島とこです。LG さんが基地行ったじゃないですか。で、その時にすぐ出て、はい、なんで、アルマさんの情報を出せます。だから、通信室のとこにいました。あ、で、LG 目線の話をすると、武器庫で、あの、センターさん、寺蔵さんと会う。で、キッチンの方に寺蔵さん抜けてって、LG キッチン入って停電になって展望行った時に、もうドアが閉まってて、だから寺蔵さんは絶対右に抜けるとか動きしてなくて、武器庫に戻ってすぐ死んだのかなって思ってます。停電無視して死んでるから、だから、センターさん誰かとすれ違ったかなっていうのを聞きたいかな、アルマさん以外。誰ともすれ違ってないですね。僕、昇降機まで行ってますね。で、絶対。怪しいってことだよね、選び。あ、そうですね。まあ、センターさんがほぼほぼやってるかなって僕目線で思って、うん、初日のその弁当云々の話も聞いて、じゃあ、絶対できない人。その、右側にいた人とか。ちょっと、いないですか。は、夏目先生、エロちゃんと書くの。最終金庫ですね。夏目先生とクロム君は俺のこと見えてた？見えてます。タオルやってる時に右に見てます。だから別に夏目先生と。ああ、そっか。タオルタスクやってる時に右にネロちゃんがいるなっていうのは分かってて、停電の時にネロちゃんさんが右に行ったのを知ってる。あ、そうなんだ。はい、その中でその、一番できない人は？だから、クロム目線はエロちゃんはもう、投票してね。時間近いですよ。投票してね。出ます。まあ、戦艦に入れるしかない。一応次ボタンを押しますよ、ね。ああ、マジか。まあそうね。ボタン、タスクやらずにボタン待機で、ちょっと、ちゃんと情報を洗って、うん。まあしゃあない、これは。はい、うん。怪しいっちゃったからね。え？アルマさん煽ってましたね、センターさん。アルマさんが証言してくれるはず。死んでた。そのラフ君かな。あれだろ、もう一度。逆に僕からアルマさんの情報を出したからみたいなのを狙ってちょっとアルマさんの情報を出してみました。初日がだいぶ結構怪しまれましたね。うん、あれは不当なあら。お疲れ様です。まあ、はい、僕目線の情報での釣り提案だったんで、まあ、僕も一応気がするならっていう。いや、しなくていいと思う。ちょっともう一回聞いてもいいですか、はい、アルマ君と寺蔵さんは左にいたんですね。はい、アルマさんは僕は見てないです。でも、先端が、あ、そうそうそう、アルマ君の話で出してるから、両方とも左にいる時点で、俺とクロム君と逆、逆疑ってくんねえか。僕は分かんないですよ、俺目線は。ごめんなさい。それは分かんないです。本当に中田さんが左にいたのかも。でも、停電の時には一緒にいたって話でしたよね、さっき。エロちゃんさんだけだよ、停電の時に。あ、違う、アルマ君と、テラゾさんが一緒にいるとこ、LG さんが見た。あ、違う、先端さんとテラゾ、先端さんと、一緒に気になる。はい、そうですよね。ごめんなさい。だから、そのタイミングで俺ら右にいるので、どう頑張っても無理な気がしているので、もう一回エルチャン視点で無理なのが誰と誰と誰？俺視点だと見えてなかったんだけど、クロム君視点だと俺と夏目先生は無理。来ないか。にいるので、シャワー室にいるので。でもアルマさんが左にいるって情報を落としたのってセンター。よし。センターだからセンターさんだからセンターさんが。通信室でいたっていうのがセンターさんの情報ですよね。だからまあセンターさんがまあ元々ヒート溜まってたから相方をかばうために自分一人が黒くなった可能性が全然あるから、まあこれケアするなら弁当の話を出したサントスさんとの裏じゃないですか。弁当ってサントスさんよし狙い通り、危ねえ、怖かった。それは俺がいたから。よし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 、いやもうこれ、いやごめんなさい、まず6人で2人だったら今の場面勝てていいので、いろいろついてる前提でよくて、センターさんを釣りに行ったエレジーサントスエロちゃんが比較的白いっていう進行のもと、残り次起きたキルの情報と総合していいんじゃないですか。危ねえ。てかこれ一郎詰めてる決め打ちをしていいと思うんですけど、なんで今って余裕で30秒てか40秒ぐらい、まあ、秒そう余裕で2キル2人でダブルキルできる余裕はありましたよ。まあ確かに、まあ、それはサントス時計的にあるってことですか。あ、でもね、あのね、僕あのリアクターの時間ずっと見てて、あのボタン前でだから30秒少なくとも経ってました、余裕で経ってる。うん、だからダブキルは確かに。なので、釣り、センターさん、カクロで、それを釣りに行った LG エロさんと比較的白、置き気味で進行するっていうのでいいかなと思ってます。うん、でさっきダブルキルできなかったが、ほぼほぼオラフ君かなと俺は思っちゃってる。うん。エロさんの音量どうですか。
ちょっとごめんなさい、ミュートで喋ってました、さっき。まさ、すぐミュートするな。じゃあ、本当に違う。こんなにやましいことあるんですか？マイクの電源切っちゃってて、くしゃみした後忘れてた。くしゃみで。そう、くしゃみのタイミングでマイクミュートしてて。ああ、くしゃみとか、配信。出せばいいんですよ、くしゃみ。すいません。だから、煽ってないっすよ、とか言ってたのに、全然入っちゃう。面白いくしゃみの練習しましょう。なんか、中学校の頃とか、くしゃみでうざいやついましたよね。全然同意できないです。なんかくしゃみしながら人の名前言う人いませんでした。駅舎の中のアルマみたいな。やば、そんなやついた。そういうやついたんですか。くしゃみして、アクションイヤフォーとか言うやつ。そう、まあ、それに似た部類の。あまり共感できない。小学生の頃そうだったから、あんまりそういうこと言う。あ、陽キャラ、陽キャラこれは。いいマイか。だなあ、やったな。今日は1キロ目はどっちがなんですか。なんか先端さん冤罪っぽい喋り方だった気がするんですけど、え、僕のことをインポスターと思ってるんですか、もしかして。ひどおお、これはいいキルだ。いいですね、場所がかなり。おミーティングです。しかも奥側。これで4キル勝ちしたら面白いな。僕に4つしたいと。あるなぁ。あ、降りちゃった。あ、でも来ます。お、なんだこの位置。角待ちしてる。おぉ、そこで来るんだ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。何をしたの。いや、え、これでもワンチャンあるんじゃねこれ。え、あと3キルヌンが左にあるから、6人で2人キルしたから4で2キルか。あ、夏目先生が近寄ってる気がする。部屋が、え、これマジで勝ったら面白いぞこれ。あるね、一つ一つ。これはもう1キルはいけるな。2人で一緒に行かないと。うん、あと2キルですよね。あるな。ある、ありますねこれ。でも門番以外選択しないなこれ。うん、これぞ、動いてないぞ。おっと、出向く。2人で行け。おっと、切られた。残り30秒。あ、あ、あれ、あれ、そっちか。はい、エンジンルームで死ねました。合わせた方がよかったんじゃないか。まあレジンさん目線で自分は否定できるはずなので、まあほぼオラハ君かなとは考えていますが、オラハ君どうですか。いや、僕はもうどっちかは分からないです、はい、あ、でも LG さんになるんか。あー、なるほど。ミーティングルームさ、位置ついてたんですけど誰ですか。下いいじゃないですかね。証拠、あ、あ、てかオラハ君が来ました。それ僕です、最終ミーティングは。うん、昇降機1が下なので、まあLG さんは昇降機いけないですよね。あ、僕は武器庫ですね。武器庫に1があるの多分夏目先生も確認してると思うので、そこでコックピット一緒に情報見てて、はい、そう、その前の行動とかってどういう行動でした。コミサボ一生直させられてましたね。コミサボエンジンの時に下いなかったので、まあ殺していったのかなっていうのと、夏目先生下から来ましたよね、そのあれの時。あ、うん、黒川、はい、死んだ黒川と自分と、あとエロちゃんで下回りぐるって入れたんですけど、え、オラフくんじゃなかったらどうしようか。いや、僕的にもほぼほぼオラフさんで見てるんですけど。あー、マジか。やってせる、まあ、完璧浮いちゃってたんで、ずっと助けてたんで。マジでね、オラフくん一回も見てないじゃないですか。一応オラフくんが戦いたい、まあ、展開してんだったらね。僕戦いたい位は、でもわからないんですよね。本当に本当にずっと浮いてたんで。なんか誰かと会ったとかないですか。そのないです。そうか、え、6人って誰とも会わない。ああ、いやー、ごめん、じゃあオラくんに自分入れるから、うん、さん決めてほしい。俺もね、いや、俺も入れます。あの、夏目先生とバイタル見てる時間とか、俺でやるタイミングマジむもうむちゃくちゃあったんで、夏目先生多分違かったらごめんなさい。いや、大丈夫です、ナイファイです。僕も後悔ないです。いやー、申し訳ない、夏目先生だったらうまい。え、マジ？うんうん。
ナイスファイト。ナイスファイト。いやごめんよラフ君。惜しいな。いや惜しかった。あと1キルだった。マジか。割と1キルだったんで惜しかったっすね。1人で4キル勝ちしたらやばいな。惜しかったな。いや初手弁当ゲーかました。いえいえ、もうあれしたんですよ。サントさん、サントさんに会った終わったと思って。でもなんか言ったのに意外とみんな乗ってくれないんだと思いながら釣られなかったから。いや僕分かんなかったとか回避しました。状況が分かんなかったから、なんか出てすぐ出た、入ってすぐ出たって言ってたから、まあ、趣味はコックピットできたのかな。俺とセンターをローラーしてくださいぐらいまで行ったら信じました。あ、それだったらもう確かに信じた。でもなんかまあ合わせ複数の情報合わせてのあれだから、サンタさん目線で悪いですよね多分。のもうそのエロちゃんが例えばインポスターで、あのうまく合わされて誘導してるっていうことも考えてローラーまで行かなかったみたいな感じなんですかね。うん、あっていうか、あのエロちゃんさん目線との情報と合わせてだから、あ、まあ二郎、他の人からすると二郎があるのか、エロちゃんさんとすら。あれサンタさん、じゃなくて普通にエロちゃんがインポスターだった場合に、そのサントスさんのにチラッと乗せて、あのなんかうまく誘導してるみたいな風に思える場合もあるのでっていうことで、まあなんかあんまり俺も強く、そうサントスエロの音量ですよね。そうですね、うん、あんま強く言えなかったその時は。あれ最後せ、あのサントスさん宿舎前でやってたワンチャンありました。あのまあ上から目線ですけども、あそこで全部やってた、多分勝ってましたね。うわーマジかー、まあ、ちょうどバラバラで、もそうそうそう、まさかね。でもあそこ例えばね、夏目先生とかが、ね、下に右とか下とか行ってたらって感じだから、うん、まあ、惜しかったっすね。なんか 4,50 秒ぐらい経った時にバイタル見て誰も死んでなかったが、まさか3人も死んでると思いませんでした本当に。いやー、俺は死の音が聞こえてよ、カン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 つって。あー、なんかそろそろなんか死体探しにかって気まぐれでコックピット見ただけだったんで。あ、そうだったんだ。上から目線で展開目線ってことですね。あー、そうです、そうです。いやいや、それはわかるか。先輩ずらすんだよ。あれ絶対上でやった方がいいよってすよ。それが上から目線。そういう意味。ミーティング1とね、展望1、どっちが死んでるかなと思って展望にかけたんだけど、夏目先生来てるから、あ、生きてると思って、ミーティングが死んでると思ったけど、いけなかったですね。あれでも、あれ刺さったのよかったんだよな。アルマさんの情報をあえて言って、でもインポスターの先端から出てるから違うんじゃねっつって、右の人を黒くするって作戦、うん、ね、取ったんですけど。そうですね、よかったですね。それ刺さったから。うん。あそこで寺蔵さんの模型情報がなかったら、分かんなかったかもしれない。あ、俺はそうですね、死んでる僕が先端さんと寺蔵さんの証言多分一番持ってたんで。そうそうそう、そうなんだよ。ああ、なるほどなるほど。だから頼む、ナイスだったアルマさん。俺マジであの停電前に武器庫のあの先端さんとすれ違ったタイミングで右になんかアルファベットの T っぽいのが見て、まあ多分寺蔵さんだよなって思いながらやったら死んでたんで、あのなんか本当に見えてよかったなって感じでした。それ見なかったらどこから来たかマジで分かんなかったから、寺蔵さんが。なんかコメントで僕弁当芸しすぎて弁当芸の言い訳が上手くなってるって言われてるんだけど。いやでも回避してますから。めっちゃ、ね、なんか経験ですから弁当芸も経験で。コメント見られなくて先回りしてるみたいな雰囲気のあれだから弁当芸に入るのかな一応。なんか最終的な結論として弁当しかありえないよねって話になったわけだから。そう、最初は弁当が分かんなかったけど、すっとぼけが上手くなってるな。